対戦迫撃法は爆雷を投射する関西迫撃法システムの総称、対戦球法とも称される。第二次世界大戦中、水上艦艇が使用する主たる対戦兵器は爆雷であり、当初、その主たる投射手段は爆雷投下機場と爆雷投射機であった。爆雷投射機は1930年代に実用化されたもので、少量の火薬による 爆発ガスによって時間から離れた減速方向へと爆雷を投射することにより、水上艦の鉱石場から外れた海中にいる潜水艦へも被害を与えることが可能になった。また、後には散布パターンを作って投射するようになった。しかし一方で、機場による投下と同様に、投下位置は艦の速報内視後方とならざるを得なかった。また、 水上関係と潜水艦の運動性能に開きがあり、また、投下直前にソナーを壊さないようにソナーを止める必要があったので、最後は潜水艦の位置を推測で投下する必要があり、効率が悪かった。このことから爆雷を前方に投射するものとして、イギリス海軍によって開発されたのが対戦迫撃砲である。 最初に開発されたヘッジホッグは小型の着発式爆雷を投射するスピガットモーターを多連装に配したもので初の実用対戦前投げ兵器として連合国において広く使用された。しかしその後は作薬量工場の養成及びソナーの精度工場に伴ってストークスモーター式の大口径迫撃砲を複数連装化するように 方針転換し、1944年より、スキットが実戦投入された。日本海軍では、対戦末期の1945年に、駆逐艦、沢風に15センチメートル級、連装対戦噴進砲なる、対戦迫撃砲が装備されているが、沢風自体は、海軍対戦学校の練習艦としての地位に止まり、対戦噴進砲も、試作兵器の意見を出ないまま、 実戦を経ることなく終戦を迎えている。アメリカ海軍では第二次大戦時に用いられた各種の対戦兵器の撃沈力について可表のように見積もっていた。これは攻撃誤差の分布と支配要積をもとに算出されていた。戦後においても開発が進められ、アメリカでは速射性能を高めたウェポンアルファがイギリスでは 305mm 口径 三連装の輪廊が、フランスでも 305mm 後径四連装の機種が開発された。ただし50年代以降は、爆雷をロケット弾として、射程の延伸を図る方向で進化が進められることになり、西側においては、スウェーデンのボフォース社が開発した M5375mm 対戦ロケット砲が、東側においては、 部900に始まる部シリーズが広く配備された日本語文献においては多くの場合、これらは対戦ロケットと呼称されている。ただし1950年代後半より高速の原子力潜水艦を捕捉するには、無誘導の爆雷では限度があることが指摘されるようになり、誘導魚雷の投射手段が開発されるようになった。アメリカは中距離ではロケットである。 アスロック遠距離での無人ヘリコプターである QH-50 ダッシュによって魚雷を運搬、投射することとした。一方、ヨーロッパにおいては、イギリスの中距離魚雷投射ヘリコプターのような友人の関西ヘリコプターが普及すると、中距離縁での対戦戦闘はこれに任せることが主流となり、後にアメリカもランプスコンセプトによって、これに追随した。この風潮の中で、 対戦迫撃砲の運用は徐々に縮小されていった。一方、東側においては、沿岸域での対戦戦闘を重視するというドクトリンも関連して、ロケット爆雷を投射する対戦迫撃砲は幅広く運用され続けており、代表的な機種である部マイナス6000は、現在の新型艦においてもなお搭載されている。アメリカ合衆国イギリス、イタリア、スウェーデン、ソビエト、連邦、 ロシア中国ノルウェー、ありがとうございます。